今日は週末です。自宅でお風呂も入って車の給油をしてアックスバリューで放浪癖がついちゃってどうしても出かけたくなって、行く先は決まってないんです。淡路島に行ったことがないんです。もちろん四国にも行ったことがないんですけど、淡路島に行ったことがないので淡路島に行ってみたいと思います。何すっちゃう、うん、カーボーナス丼398円が半額で199円。これ今から温めますな。適当に温めます。いうぐらい。はあ。あなたたちもご飯食べてきたんだよ。お、できた。できました。これからまだ走りたいと思うのでビールはやめて。お茶にしときます。いただきます。199円ってあなたこれ悪いなでも美味しい。199円じゃ絶対作れない。真っ暗だね。おはようございます。淡路島初上陸して今6時です。パンは昨日買った麻婆豆腐138円。それと美味しいご飯を電子レンジでチンして食べたいと思います。完成です。昨日食べた麻婆茄子丼の器にラップをかけたのでいただきます。あ、美味しいわ、どれも、うん、美味しい。さて今日はどこ行きましょうか。予定を立ててないのでこれからちょっとネットで確認しながらブラーッとドライブ行ってきます。
綺麗だね、はあ、赤城橋だね。淡路花の桟敷というところに行ってきたんですが、朝9時オープンと同時に行ったんですけど、外気温は24度か5度ぐらいなのに、車に行こうが暑くていられないんですと。犬には酷で、淡路島とりあえず赤潮を見ることができたので、まあ、ひとまず今日は帰ります。帰りにまたビワドッグに寄ろうかななんて考えてます。淡路島さようなら、また来るよ。明石海峡大橋渡ります。綺麗な橋、学校にあるあのビワドッグというところでドッグランで遊ばせてこようと思ったんですけど、気温が30度あるんですね。で、正午の30度ってものすごく暑いので、今日はやめてきます。 ですからそのまま名古屋にもう戻りたいと思います。もう少し涼しくなったら出かけた方がいいですね。今日は10月1日なんですけど、まだまだ暑いです。あと1ヶ月くらいかな。ではまた。